ในมวยไทยแล้วก็ชอบมวยไทยครับสไปริ่งหมัดเขารวดเร็วแล้วหนักมากทำให้ผู้ชมประทับใจในฝีมือการชกของฉันแล้วก็ฉันอยากจะทำให้คู่ต่อสู้ KO ภายใน3ยก応援してくれてる皆さんに最近 KO で倒すとこを見せれてないんですよ。まあ、KO で倒したいです。リッキー・フライ選手、元世界チャンピオンか知りませんけど、1ラウンドから倒しに行きます。はじめに青コーナーよりリティグライゲーオソブリット選手の入場です。Yeah.
ただいまより本日のダブルメインイベント第12試合スーパーフライ級53キロ3分3ラウンド延長1ラウンドを行います。赤コーナー大原道場所属ホーストカップ日本スーパーフライ級王者松田青コーナー、ナヤハシチーム所属、元 WPMF 世界フライ級、スーパーフライ級2階級王者、生きがい、ゲオソリットよく見られて、なおこの試合は、試合終了時引き分けの場合、延長1ラウンドを行います。
今後具体的な目標はありますか？ま、目標っていうか、まあ、強い選手を片っ端から倒していきたいですね。最後に今日来てくださったお客様に一言お願いします。今日は名古屋まで応援してくださってありがとうございます。今年最後のホーストカップメインを、気持ちよく締めくくれたと思います。来年も僕に任せてください。これからも応援よろしくお願いします。ありがとうございました。見事劇的な TKO 勝利を収めました松田龍樹選手でした。今一度大きな大きな拍手声援をお願いいたします。いただきたいと思います。あ、じゃあビデオ動画の方お願いします。